メビウスファイナルファンタジーのマップ編をご紹介していただくためにプロジェクトリーダーの浜口さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあマップ編ということで、なんかすごいマップですね。すごいですか。すごいですよこれ。上画面がなんかすごいグラフィックで、下が地図みたいになってますね。そうですね、やっぱりこう、はい、スマホだったりこういう、 こうモバイル端末でこう、はい、よく 2D のこうメニューがあって、そこ上でゲームするっていうのが多いと思うんですけど、はい、まあ、やっぱりこうそこにあったこう 3D のこう、うん、今ですね、このパミュカノっていうところのここにパミュカノ砦、はい、砦にいるんですけど、はい、ここの 3D 部分はこうちゃんとなってますよっていうのを。あ、違うんですかこれ。それはですね、どのステージでも。そうです、こういろんなそのロケーションに合わせて、はい、の 3D もこう変わっていくので、ちゃんとこうそこの臨場感が味わえるっていう、はい、でかつですね、今こう見ていただくと分かるんですけど、はい、私今暗黒騎士になってるんですけど、はい、こう誰かいますよね。います。これこう私じゃない他のユーザーさんのプレイヤーが、うん、私のゲームに遊びに来てるんですね。へえ、他のプレイヤーのキャラクター、主人公。そうです、もしかしたら誰か他の私の知らない人かもしれないですけど、うん、はい、がこう見てですね、で、うんうんうん、このゲームこういろんな多彩なジョブがあったり、はい、こう1人こう見てもらうと、こうなんか1人お供を連れられるんですね。私今こう、はい、FF のキャラのこうコヨコヨっていうのを連れてるんですけど、はい、あとはこう向こうの方はなんか妖精、妖精を、はい、こうどんどんこうこんないろんなエコー妖精がいるんで、それをですね、うん、こう1人じゃやっぱり全部こううん、集めきれないかもしれないんで、うん、そんなのもいるんだとか、こう本当にこういろんなリソースがあるんだっていうのを、はい、こう知ってもらうためにですね、いろんな人が遊びに来ていろんなものを見せてくれるんですね。こんなジョブあるんだとか、こんな妖精ペットみたいなのいるんだとか。そうです。でそれをですね、こう画面をタップするとですね、そこはこうクローズアップされて、こう見ることができますね。で実際ここからそのプレイヤーに対してフォローしたりすることもできるんですね。はい、フォローすると何か。フォローするとですね、ここに今一個こうアビリティカードが設定されてるんですけど、はい、このアビリティを、はい、こうバトル入る前にこう借りやすくなるんですね。優先的に借りれるというか、選ぶときに出てきやすくなる。そうです、そうです、そうです。なんでこうより強力な育てているこうアビリティカードを持ってる人をフォローしておくと、うん、まあ、バトルに有利になったりする、うん、コメントもちゃんとできる。そうです、コメントも設定できるんです。いろいろ設定できてですね。ほう、また一人、いろんな人がですね、こう出てきてくれるんですね。おお、グッジョブ、グッジョブ、グッジョブ。サラマンダ、うん、でフォローはまああれですよね、限界というか数字というのはあれですよね。まあ限度があるから、ね、限度ありますよね。はい、限度は今20人ぐらいであるんですけど、それもちょっとこうある程度絞ってるのにもちょっと理由があってですね、はい、こう画面上にですね、はい、他のキャラクターの情報が今こうボルってこう見ここに見えるんですけど、はい、これ私じゃなくて他の誰かが今この場で遊んでるんですね。へえ、はい、そういうふうにですね、こうでも僕らからしたらいけないとこにいるってことですよね。そうそう、もしかするとなんかボルあんなとこまで出るよっていう場合もあれば、はい、逆にこうもっとこう入り口のあたりにいてあいつよりも進んでるっていうものかもしれないっていう優越感に浸れると、はい、なんだかそこのこうこのボルさんが実際はこう出てきてるくれてる人で、どう、はい、実際にリアルにどの人か分かんないんですけど、うん、まあ、なんだかそこでこう親近感を持ってもらいたいっていうのがあって、そこがですね、うん、フォロー枠がこうあまりにも増えすぎるとこうどんどん変わっていっちゃうんで、あやっぱこうある程度の人数の中で縛った人数で、はい、なんだかこう他の人がどんなプレイしてるのかなっていうのをちょっと近く感じてほしいっていうのがあって、うん、今は20人ぐらいで止めています。でこれがですね、こうリージョンマップって呼ばれるあれですね、はい、ここのマス目をですね1個ずつクリアしていきながら物語を進めていくんですけど、はい、わー広い。このマップがですね、うん、こうワールドマップ、パラミティアのワールドマップなんですけど、これがおーこの Google Earth みたいですね。そうですね、これも開発の当初からこうツッコミがありつつ決してそうじゃないとこう言い続けているんですけど、Google Earthですね。
ここの一個一個の今これ一章の、はい、うわすごい、さっきいたところがここの一章のところですか。そうです、ここの空白の運命ってところに今いるんですけど、はい、これがですね、うわいっぱいあるんですね。いっぱいある。でまたもしく1章をクリアすると、はい、またこう2章が2章が別のところに出てくるんですよね、はい、なん でかつですねこれ今、うん、こよこよ大作戦とかこう、はい、ある期間限定で開催される専用のリージョンみたいなやつもあるんですね、うんうん、そういうのをこう毎月こうどんどん配信していこうと思っているんで、はい、今いるこういうリージョンマップだけじゃなくて、はい、物語で追加されていくリージョンもあれば、うん、その期間限定の運営用のリージョンとかもあってですね、はあ、うん、他のゲームをやってる暇がないとじゃあ続きまして、その何ですか、マップの道を開ける。そうですね、まあ、マップのこう攻略性のところなんですけど、はい、ちょっと場所一度変わりました。はい、これこれのなんか可愛らしい、すごいですね、可愛い。そうですね、これこう実はリリース付きの、はい、期間限定のこう特別リージョンみたいなのなんですけど、まだいつ始まってるかは分からないですけど、 そうですね、まあ、そこはちょっとこう分からないですけど、はい、とりあえずこういったイベントが行われると、はい、ですね、この期間限定のリージョンに限ったことじゃないんですけど、はい、このマス目をこうですね、1個ずつこう攻略していきながら進めていくのが、うん、基本的なゲームなんですけど、はい、ただこう進むとこう1個ずつこなしていくだけだと、はい、やっぱりちょっとこう面白みがないんで、うんうんうん、ところどころにこういう鍵のある、はい、道をロックしてるものがある、ね、ロックしてますね。でこれはそれぞれいろんなこうミッションがあってですね、うん、なんかを集めてこいとか、うん、なんかのボスを倒してこいとか、うんうん、そういうなんかこうミッションが与えられて、そのミッションをクリアすることで道が開いてくる。でそういうのをこう繰り返しながらどんどん物語が、はい、進んでいくことになります。そのミッションってあれですか、ここのこよこよのステージじゃなく他のステージ、うん、リージョンのも敵を倒してたら上がるとかっていう感じなんですか、それともここの中で完結し、基本的に今はリージョン一つのリージョンがあったらそのリージョンの中でもゲームを閉じるように作ってるんですけど、あ、なるほど。なんで、まあ、そこはこうよくこの今こいつが開かないのは他のリージョンに行かないといけないのかなみたいな、はいはい、そういう不安はなくて必ずこのリージョンを頑張ってもらえば、ここで完結して謎解きをしてもらえれば進めるっていうことは、うん、一つ安心材料かなと。でここ今こうピッと押しておきます、はい、ここなんかこよこよの魂を3つ集めてください。あー、こよこよの魂、うん、でこれがどう集めるかとかは、はい、全くここはこう頑張らない、ここはこう頑張って考える。あ、でもここの完結してるっていうのは確かなんですよね、うん、そうですそうです。ここの流れ、ここをこう考えて謎解きしていきもらいながらどんどん先を進んでいくと。そうです、ロックを解除して物語を進めていってほしいと。ちなみにこのどうやって集めるんですか。これはですね、最初のもう入ったばっかりなので簡単なんで、はい、こうまあ普通にバトルに入ってこよこよを倒せばたまに取れるかもしれない、たまにドロップみたいな感じで。ここはもう専用のやつなんで、もう超かわいいです。こよこよばっかりの、こんなん倒せないよ。うわ、かわいい。ここおお、はい、感じになっております。では今回は、メビウスファイナルファンタジーのマップ編を紹介してもらいました。たくさんのマップがありますね。では皆さん、また次回もお会いしましょう。さよなら。